これはね、俺が買いたくてなくならせるっていう。誰か絶対買うんだよ。それ一回見ません。作品のやつがね、素晴らしい。歌舞伎の。はい、西崎です。今回はですね、今までね、いろんなあの営業の企画をやってきました。今回は全く逆バージョンを配信します。何かというと、今自分が欲しくて欲しくてたまらないものを買わせないっていうね、営業ロープレをやっていきたいと思います。今日もですね、カードを4枚用意しました。それぞれですね、今僕が一番欲しいものが書かれてます。これをね、1枚ずつ引いてもらって、じゃあ僕がこれを買いたくない、欲しくないというふうに思わせるっていうのが、今日の企画内容になってますんで、どんな風に相手の興味を削いでいくのか、そういった交渉力にぜひ注目していただいて、動画を見ていただければと思います。このチャンネルではこのようにビジネスにまつわる生の情報をできるだけ分かりやすくすぐ使えるように配信をしています。もし興味があればチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでも結構ですので、今すぐ押してください。それでは早速いきましょう。どうぞ。失礼します。お願いします。お疲れ様です。カード4枚用意しててさ、この4枚は今俺が欲しいものじゃんか、全部。これをね、はい、俺が買いたくなくならせるっていう逆なんですね。逆パターンね。わかりました。はい、時間、8分。8分ですね。じゃあ好きなものを選んでください。いいですか。どうぞ。これいきます。時間です。時間これ多分ね、一番難しい、ね、これハードル永久ないですね。一番難しいのみたいな。一発目に。オッケー。はい。よーい、スタート。なんか最近ね、時間が変えるらしいけど。どういうことですか？そう、なんか IT が進化してさ。はい。タイムマシーン的なことですよね。あ、そう。いくらぐらいであるんですか？1年、これ1億円らしい。まあまあいいね。なかなか。とりあえず試しに、まあ、1日2日ぐらい買ってみようかなって。はいはい。確かにあれ何？いや、時間に関してはすごい魅力感じますし、時間伸ばせたらもっといっぱいできるのになとかありますけど、やっぱり制限されるっていうことによって生まれる質っていうのもあるなっていうのは思うんですよ。なるほどね。あ、じゃあ反対ってことね、買うのに。あ、そうですね。なんかちょっと引っかかってはいますね。誰か絶対買うんで、それ一回見ません？ちょっと待てと。はい。2年後、3年後、はいはい、買った人がどうなったのか。なるほど。それが潤ってれば、買うべきやと思うんです。なるほどね。ちなみに勝ったら何するとかあるんですか？全然決めてない。それやったらなんか一回ちょっとしたいことあげていただいて、はい、西崎さんの来年の誕生日にもう全部できるようにプランニングします。買わずとも。はい。その1日作りません。一回その日楽しいってなったら買いませんか？あ、なるほどね、はい、じゃあちょっと頼むね。はい、もちろんです。お願いします。うまいね。あ、本当ですか？うまいうまい、めっちゃうまい。パッと俺が自分やったら何言うかなって考えた時に、はい、限りがあるから楽しいですよね、多少でしょう。はい。で、プラスあとは何を求めてる、それを買おうとしてるのかとか、何をこうリスクに思ってるのかとかっていうのを聞きながら提案していくっていうのはすげえ良かったと。ありがとうございます。はい。失礼します。失礼。よろしくお願いします。はい。どうぞどうぞ。はい。わかりました。大丈夫？はい。あ、ヒーリー。真ん中で。真ん中。はい。何ですか？これもまあまあ難しい。はい。はい。これです。10億円。じゃあ、始めていいですか？はい。スタート。はい。やっぱ前澤ファンド今やってるやん。絶対取りたいよね。はい。10億円あったらね、何でもできるよ。はい。これその10億円まずあったら何されますか？まず新規事業にも全額投資。全額ですか？ワクワクするよね。ワクワクはします。僕もちょっと考えてみたんですよ。そもそもその10億円っていうのが必要なのかどうか。外部から10億円をいただいて新規事業をするのと、何が何でも自分たちの力だけで達成させるってなったら、浩平さんだったらどちら選ばれますか？いや、もうどっちがいいって言われたらそれはもう自分たちだよね。はい。1から10までやれたら一番いいけどね。そうですよね、うん、やっぱりツモローゲートらしさというか、そういうのを前面に出したいなっていうので、新規事業を自分たちの力だけでできるような形で持っていきたいなっていうのが一番大きい感じです。なるほどね、はい、けどやっぱさ、スピード感が結構求められると思うんだよね。そうですね、事業って。はい。仮に10億円がなくてもスピード感があれば OK ですか？うん、そうね。でもやっぱその10億があるかないかで言ったら、はい、同じ時間を担保できるかできないかっていうのがやっぱジャッジポイントかな。はい、なるほど。これが例えば2年3年遅れるってなったら、はい、ちょっときつい。1年だったらいいですか？1年以内はギリ許容範囲。わかりました。じゃあ1年以内で僕がこれからご提案させていただくので、うん、それが OK であれば10億円なしという形でもやっていただきます、はい、あ、なんかそれに代わる提案をしてくれるってこと？もちろんです。それぐらいできるの？それは明日までお持ちいただければ。あ、一応していける。用意します。時間ある？作ります。作れる？作ります。
作れます、うん、はい、なのでもう10億円は小池さんの頭から取り除いていただければ、はいはいはい、じゃあ1日待つけん、はい、ちょっと一回考えてみて、わかりました、お願いします、はい、よろしくお願いします。いいね、なんか切り口がこれこれやったらこうするなっていうところとすごい同じような角度から切り込んでくれたんで、ありがとうございます、すごい素晴らしいな、良かったなって、あとあれやね、すぐ対応する、はい、っていうところも素晴らしい、でしかもそれをさ即答してたよ、はい、自信持ってこれだけの時間があったらやりきるっていうところに意思表示してくれることはすごい良かったな、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、どうぞ、失礼します、お疲れ様です、わかりました、はい、ちょっと、はい、おー、これです iPhone 12 Pro、 おー、来ましたね、来たね、じゃあよろしくお願いします、お願いします、 iPhone 買おうかなと思ってます、 iPhone、 でもこの間11買ってませんでしたっけ、多分ね、普通の人からしたら早いっちゃうけど、はい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 、俺はもう仕事で使うようけんくさ、でも別に11でも賄っているじゃないですか、だけどあれよ、動画 iPhone12 ってそんなに動画強いんでしたっけ、まあ動画強いか分からんけど、はい、まあやっぱりさ、コンピューターもさ強くなってるしさ、先考えずに新しいからって買うっていうのは、はい、先考えてないのかな、ね、全然考えてないし、いやでもそのあれじゃ、僕はさ、めちゃくちゃでかい投資もないわけやん、アップル製品出たとこ買わない方がいいんですよね、なんでやっぱり、ね、不具合とか結構ね、うん、見られるんですよ、でも俺前 11 Pro 出たばっかりに買ったけど何も不具合なかったよ、あれ出たばっかりなんですか、そうでしたっけ、うん、前回のやっぱ事例があるからさ、うんうんうん、でそういった意味で言っても買いたいなと思うけど、それでも反対する、反対ですね、断固反対ですね、断固反対、はい、あと1年待ちましょう、うん、S とか出るかもしれないですね、いいよ、その時まだその時買うけんさ、それはダメですよ、なんでそんな見境なく買い物するような、なんでだ、社長じゃダメですよそれ、いやいやいや、これ投資やけんさ、それだともっと違うところに時間と、はいはい、頭使ってほしいです、リスナーさん、リスナーさん、買います僕は、すいません、はい、やってよかったなと思ったのが、はい、ロープレー衣装制作部やけどさ、はい、あんまやってないやんか、そうですね、お客さんとの交渉術っていうところで言ったら、めっちゃ気づきが多かった今の、まずね、乗っけから否定せん方がいいね、やめといた方がいいです、たまっぽいいですってなると、逆に俺なんかで言ったら、いやそんなん関係ねえから買いてえみたいな感じになっちゃうんだよ、ね、逆に煽っちゃうんですね、そうそうそう、はいはい、その相手に合わせて提案をしていかないと、多分なかなか相手の感情って変わらないのかなっていうのがめっちゃ気づいた、失礼します、それじゃあ残り1枚なんで聞いてください、せーの、ドン、車、車めっちゃ好きなやつや、はい、わかりました、お願いします、よろしくお願いします、はい、車は何の車が欲しいですか、ランドローバーのシーズワンって言って30年前にディフェンダー乗ってるやん、はいはい、それの原型みたいな車があって、そう、でそれはね、イギリスの方に多分10台ぐらいしかないんだけど、おー、なんで欲しいんですか、もう今買わんと買えんかなっていう、所有欲みたいなやつか、あ、なるほど、逆に買わない理由って何なんですか、まあ、今車持ってるわけやけどさ、うん、そんなに高頻度で使うの買う必要ないじゃないですか、だけどなんかね、欲しいのは欲しいな、でも何度でよ、もう100カパンって決めるわけじゃなくて、どう思う、そうですね、ただ3代目っていうのがめっちゃ気になりますわ、はい、1代目2代目はこう使い分けでいいから、うん、3代目ほんまに乗らんのんじゃないかなって、乗りたいっていうよりは持ちたい、持ちたいっていうか強いかもしれない、なるほど、じゃああんまり関係ないですね、そこのさっきの、ね、何個ぐらいですか、車体で大体600万ぐらいだからね、うん、海外から輸送費ってかかるんですか、かかるかかる、何個ぐらいですか、プラスなんかそのやっぱもろもろ交渉手続きとか入れたらプラス150万ぐらい、わあ、ね、で維持費でしょ、しかもこの3台全部持つんでしょ、そうね、維持費とんでもないんですよ、でも俺今基本的にお金全部車に使ってるやん、はい、その車も言ったらめっちゃ高級車買ってるわけじゃないよ、いやむしろあの車になんでこんなかけてんのやろっていうぐらいの車ですね、そうそうそう自分の中でやっぱ好きやけんさ、はい、ああ古い車が、はい、もっと期待欲ってあるじゃんね、これ企画抜きで買ったら結果的に、はい、だってさ、うん、今まで欲しいと本気で思ったものを買わなかった試しがないやん、今欲しいっていう気持ちの方が高いから、はい、欲しいを満たすことが今大事なんですよ絶対、はい、もう今ですよ、何にもないかもしれないです、いやでもね悩むね、めっちゃ買わない選択肢は一歩踏み切れてない、なるほど、もうやったらやめとった方がいいと思う、だって海切れるんでしょ、多分ね、いつかは買うと思っちゃう、でも今年が買うみたいな、いや俺買わないと思いますよそれ、今回ばかりはいつかは買うとかっていう言い方今までしたことないじゃないですか、あんま興味がないんですよ、なるほど、うん、いやでもなんか今言ってもらって俺の腹は決まったね完全に、あ
買わない。買うんかい。いやそれ。一番こう最悪な選択肢って何かっつったら、10年後買いたいと思った時にもう玉がないと、買えないっていうのが一番最悪だ。ってなったら今買うしかないっていう選択肢に今話をしていただいて、俺はもう腹決めれたって。ありがとう。なんか企画おかしくない。俺がプレゼン受けてんだ。買うプレゼン受けてんだ。まあもうそれと買ったらいいよ。いやでもなめっちゃ痛いとこ疲れたね。優先順位で言ったら俺の中でそんなに今までの車の中で低いと思って、うん、じゃあもう買わないですよねって話になった時に、うん、いやそれはないなっていうのがめっちゃ気づけた。絶対多分いつかは買う。やったらもう今買っとけみたいな。俺企画的に負けてるやん。はい、そんな感じでお届けします。お疲れ様です。お疲れした。今日受けてみてね、すごい面白かったなと思うのが、俺でもここで提案するなっていうような角度から企画提案をしてくれてたんで、すごいなんかこう分かりやすかった。これいつもねロープリって言ってるけど、いかに相手に寄り添えるかどうかっていうのがすげえ大事だなっていうのが、体感できた、内容だったんじゃないかなって思います。でここでね、ぜひ皆さんにもね、あなただったらどうするかって意見が欲しいなと。今回の4つの中で一番難しかったね、この時間。自分だったら買わせないためにこうやってプレゼンしてたよっていうアイデアがあれば、ぜひコメント欄の方にいただければと思います。まだねチャンネル登録していない方がいらっしゃればぜひこの機会にチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでも結構ですんで、必ずどちらか押していただいてから消してもらえるようにお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。なんかちなみにどなたが買わせなかったかって知らないんですけど、はいはい、今はどの人のプレゼンが一番印象に残ってますか？ね、福なりやっぱ上手だったなって思ったね。一発目で一番やっぱこう一番難しいやつやったけどね、時間ってやつ。あ、一発目だったんですね。一発目にこれを引いたてよ。はい。本当はねこれ最後の順平にこれを引かせたかったよね。時間ってね。無形で基本的にそれ以外は有形物やけどさ、これだけが形ないものやったんで一番むずいかなと思ったんやけど、うまく福なりそれ対応してくれた。なっていうところですごい良かったプレゼン。ちなみに西崎さんが時間を買わせないとしたらどういう風なプレゼンをされますか？でもね俺も福成と全く同じ口やったんや。言ったら時間って有限だからこそ光り輝くねっていう角度から俺は提案しようと思ったから、はい、で同じように提案してきよってんか。あ、そうなんですね、うん、これ多分永遠に生きていいって言われたら多分ねだらっとする期間って絶対出てくると思うよね。すごい面白かったねその提案が。あ、そうなんですね、うん、じゃあ視聴者さんからのコメントでも、はい、いやもう楽しみに。楽しみですね、うん、どんなものが来るか、はい、ぜひぜひご意見聞かせてください。はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。